大関霊横断道路、大関峰は、大韓民国関温度にある峠である。大白山脈の山中にあり、高領の西に位置している。高さは832メートルで、峰東高速道路及び蛍光線の大関霊トンネルが貫いている。平昌郡大関霊面と高領市場山面との境界に所在している。 地方道第456号線の別名である大関霊横断道路は2002年以前は峰東高速道路であり旧大関霊パーキングエリアが置かれていた行政区分では大関霊面に属し人口は6141人2018年平昌オリンピック平昌パラリンピックにおいて複数の競技会場が設置された大関峰は 冷体湿潤気候に属する。大関峰の地形的特性により比較差が相当大きく、冬には寒く夏涼しい。最も寒い1月の平均気温摂氏7.7度と、最も暑い7月の平均気温摂氏19.1度は、共に30年間の平均値が存在する、大韓民国の気象観測所中最も低い。最高気温極値は、 摂氏32.9度、最低気温極値は低、摂氏28.9度である。年光水量は1 7 1 7 2ト、mm、ルで、夏に偏っており、冬は西側から吹き込むシベリア気団と北東気流が大白山脈でぶつかり、強制的に上昇することで作られる雲により、雪が多く降る場所の一つとして数えられている。ありがとうございます。